1976年アナパ空中衝突事故は1976年9月9日に発生した航空事故。ホメリ空港発、ソチ国際空港行きのアエルフロート7957便とアエロポルトロストフなどー空港発ケルチ空港行きのアエロフロート31便が管制官のミスにより国会上空で空中衝突し、 両機の乗員乗客70人全員が死亡した。アエロフロート7957便の機材だったアントノフア 1-24RV は1973年に初飛行を行っており、総飛行時間6107時間4626サイクルを飛行していた。コックピットには機長、副操縦士、航空機関士、航空士の4人が乗務していた。 アエロフロート31便の機材だったヤコブレフ約マイナス40は1970年に初飛行を行っており総飛行時間6842時間7174サイクルを飛行していたコックピットには機長、副操縦士、航空機関士の3人が乗務していたアエロフロート31便はモスクワ時間の12時47分に アエロポルトロストフなどの空港を離陸し、ケルチ空港へ向かった。13時30分に18,800フィートで水平飛行に移った。13時34分に31便は、無視向性無線標識のノバドメトリーブス海遊を通過した。この標識通過後に、飛行計画では降下を開始する予定だったが、空域が混雑しており、管制官が指示を出すことを失念した。 そのため、機体はそのまま18,800フィートを飛行した。13時43分に31便はジェランジックを18,800フィートで通過したと管制官に報告したが、管制官は高度の変更を指示しなかった。一方、7,957便は12時56分にドネツィック国際空港を離陸し、 13時32分に18,800フィートへの上昇を許可された。7,957便はクラスのダール地方西部の空域に18,800フィートで侵入すると管制官に伝えた。管制官はこれを許可し、ジュブガへ向かうことを指示した。モスクワ時間の13時51分に、 31便と7957便は18800フィート上空で空中衝突した。衝突により、両機ともに機体微部を失い、空中分解し、国海に落下した。7957便の残骸や乗客の遺体は海中から発見されたが、31便の残骸や遺体はほとんど発見されなかった。 事故原因の大部分は無線更新によるものだと結論付けた。航空管制官が両機に適切な指示を与えなかった。また、要因としてパイロットたちの状況分析や機外の監視が不十分だったことが挙げられた。ありがとうございます。